どうも、エレラリトです。はい、こんにちは、福田です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。さあ、福田さん、今回のテーマは何でしょう？今回ですね、海町ダイアリーのこちら、はい、好きなキャラクターランキング。うん。まあ、キャラクターランキングってほどのことでもないんですが。いや、まあでも、はい、でもなかなかいるはいるんですね。やってみましょう。はい、じゃあ、僕の第3位は、はい、こちらです。坂下よしみ。読み方がちょっと難しいんでね。よしみ？いや、坂下課長ですね。課長ね。男です。よしみっていう名前ですけど。あいついくつなんだろう。年齢表記はないんだね。そうね、でも長男だもんね。うん、坂下家の。多分30歳ぐらいなんじゃないですか。うん、課長だしね、もう。ね、一回都市銀入って辞めて、ね、田舎戻ってきて、やってるか、まあ、30ぐらいは行ってんじゃないの。まあ、なかなか筋も通ったね。まあ、この人は本当にいい人ですよね。うん、あのね、吉野を惚れさせるっていうのはもうなかなかなもんですから。うん。うん、まあ、吉野はああいうとこ行きそうだよね。なんか。最終的にはね。うん、最終的にね、うん。まあでも気づくの早かったですよね。24歳ぐらいでもう、うん。まあでもそれぐらいか。うん。それまではちょっとまあ若いイケメンとかね、お金持ちとかそういうステータスに走ってた人が、はい、まあ本当にね、優しい人。吉野なんてさ、うん、言ったらさ、ずーっと鎌倉にいる田舎者でしょ。いや、鎌倉が、うん、まあ、どこまで田舎かは分かんないですけどね、うん、でこの子たち東京遊びってるしないよね。しないのよ、うん、あんまりそういう描写ないですよね、うんうん、地元が好きなんでしょうね。そうね、うん、まあ、坂下課長は良かったですね。かっこいい。私はこちらです。はい、ミポリンです。ミポリンね、まあいいですよね。ミポリンミポリンね、モブキャラかと思いきやね、うん、かなり重要なところを占めてましたよね。しっかりしてますね、はい、ツッコミもできるしね、うん、ツッコミ、まあ、ツッコんでくるときでかいんですよね、うん、まあ、あれはでも鈴のイメージですから、はい、首根っこつかんでね。いや、ミポリンはね、ちょっとやっぱ、うん、なんか最初雑魚キャラだと思ってて悪いなっていう感じでしたね。雑魚キャラそんなにいないですからね。確かにね、ミポリンは中高一貫校なんだよね。そう、私立の学校行ってますから。高校ではサッカー部ないのかな、あるのかな。でもないんじゃない？そうか、だって静岡の方まで行かないとね、うん、女子サッカー部がないわけですから。ミポリンは辞めちゃう、ね、クラブでやってたのか、うん、ミポリンね、もったいないな。ミポリンほどのキーパーを失うのは。いや、何も知らねえだキーパーで活躍してるとこそんなないですから。でも PK で勝ったりしてたから、うん、ミポリンが止めたってこと。やっぱ俺サッカーチームで対決して PK になった時、相手のキーパーが、うん、あの女性だったらちょっとやっぱり、うん、確かにね、ちょっと雰囲気違うなと思っちゃいますね。ぶつけるわけにはいかないと思っちゃうから、うん、隅狙って外しそうですね。確かにそうなったらね。じゃあ僕の第2位はこちらです。高田吉野、ね、吉野ですね、うん、やっぱり吉野がなんか一番変わった感じしますよね。このあんなにね、仕事なんかどうでもいい、うん、男に走ってたやつがもう仕事人間になっちゃいましたから。そうなんですよね、うん、やっぱサチも吉野もね、振られてるんですよね、うん、吉野なんか高校生に振られちゃってますからね。まあね、まあ言っても22歳だもんね。そんな高校生年変わんないよね。大学生が高校生と付き合ってるみたいなもんでしょ。俺らは昔の時に、うん、若手芸人が高校生と遊んでるって言ったら、うん、変と思われるけど20歳ですからね、若手芸人も。まあね、うん、2歳ぐらいしかね、差ない時もありますから。それでもあんま良くはないですけどね。俺らの時はでもそこまでって感じもなかったけどね、うん、じゃあ僕はこちらですね、はい、千一さんです。福田さんね、千一さんね、なんか厄介者みたいな感じで最初出てきたんですけど、うん、結果こいつが全てまとめてましたからね。そうね、全部の話をこの長年あんまり周りを寄せ付けない感じがあったわけでしょ、うん、こんな急に態度変わっちゃう。急にみんなが集まる場所になっちゃいましたからね。鈴が来たことによってね、うん、すごい。まあ二宮さんもあんのか、うんうん、こいつめちゃくちゃ優しいんだよね、なんか、うん、まあね、悲しんでるやつには寄り添ってあげてね、うん、話も聞いてあげて、まあ、で辛辣なこともするっと言えるし、うん、まあ、一番しんどい過去を抱えてるっちゃ抱えてますからね。だからちょっと分かんないんだよね、あのひどさが、うん、どこまでひどいのか、その騙したみたいな、というかどう騙したのか分かんないよね、うん、いや、こっから金借りりゃいいじゃんっていうことでしょ、あの、うん、息子に、おばの息子に、いとこかだから、うん、まあ、ちょっとしたらヤクザ関係だったってことでしょう、うん、なかなか大変ですけどね。じゃあ僕の第1位は、こちらです。尾崎風太。風太ですね、うんうん、風太もね、
こいつはダメそうなやつだなと思ったらもうどん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 しっかりしててね、かっこよくなってきましたから、うん、まあね、うん、最初は責任感のないポジションにいましたからね。そうね、うん、すぐ顔に出ちゃうやつがね、うん、いつの間にかもう表情に全く出さなくなっちゃってね。インデ押し流せって怒られてましたからね、鈴。インデ押し込め、初めて会った時にパスを。ああ、ね、逆に俺は絵を見てたんですけど、左から飛んできて右足で蹴ってたんですけど、うん、イン使わなかったってことは、あの飛んできき方でアウトで入れた方が難しいよね。まあね、こっちから蹴ってアウトで、右足のアウトで蹴ったわけでしょ。だいぶ難しいですよ、それは、うん、すげえ蹴り方するなって俺だったら言うけど、ね、うん、まあ、キーちゃんみたいなシュートの打ち方だったんでしょうね。北澤剛みたいなね、なんかすごい回転がかかりそうな、うん、蹴り方ですけど。まあね、ちょっと最初のはね、鈴にはもったいないかなって思って、あ、逆か、尾崎に鈴は、フータにね、鈴はもったいないかなと思いましたけど、どんどん成長してて男らしくなりましたからね。キャプテンですからね、うん、で地図に強いっていうね、頼りがいのあるやつになりましたから。まあ地元だろって思ってるんですけど。ちょっとで毎日も京都でも活躍できましたからね。まあね、うん、奈良か、うん、じゃあ私はこれですね、はい、シャチネですね。シャチネ、シャチネか、シャチネいいですよね。やっぱああいう強がってる女性が時折ね、弱いところを見せられるとちょっとほろっときますよね。うん、はい、やっぱりシャチネはちょっと確かに頑固すぎますけどね。うん、まあ、でもそうなんのか、長女で妹たち育てて母親代わりですからね。そうね、てか結構残酷な家庭じゃない。だって二十歳ぐらいの時にはもうお母さんいなくなってたってことでしょ。おばあちゃんが、おばあちゃんいたのか。だからそうかそうか、お母さんもっと前に亡くなってるでしょ、うん、多分。そうか、おばあちゃんが最近までいたのか。何歳までいたんだろうね、おばあちゃんが。何回生き、でもおばあちゃん7回生きみたいなことでしたけど、うん、途中で。だそういう意味ではすごいよね、うん、ずっと家族のことをやってね。まあそれでね、看護師っていう大変な職業ですからね、うん、いや看護師みたいなのになっちゃうんでしょうね、こういうのやってると。みたいなのってどういうことですか。なんかこう、みたいなのっていうのは誰かのこう世話するみたいな感じの職業についちゃうんでしょうね、まあ、世話するのが好きなんでしょうね、うんうん、まあしょうがないです、そうなっちゃったっていうだけですけどね。なんかね、こう疲れを感じるんですよね、まあ、常にね、常にこう影を抱えてますからね、うん、やっぱり不倫してましたね。やっぱり最初から思ってたの、見始めた頃から。いやもう不倫してるだろうなと思ったらやっぱり不倫でしたね、うん、まあそういうもんなんだろうね。王道の不倫してましたね。お父さんがいなくてね、うん、すごい年上を好きになりそうだもんね、結構上をね、そうですね、こういう人ね、うん、まあでも、ヤスは年下なんだもんね。ヤス、うん、年下です。まあヤスと知り合ってよかったですよね。ヤスいくつかわかんねえんだよな。ヤスはいくつなんだろうね、年齢書いてない、うん、そうですね、若そうだけどね。20、でも尾崎の大学の後輩って言ってましたよね。後輩か、あの兄貴の、うん、あ、そう、あれそんな感じだったよね。同級生じゃなかったっけ、あそこら辺みんな一緒なんじゃなかったっけ、あいつらの兄貴たち。みんななんかな、ほんと兄弟同士がつながってんだよな、うん、とにかく。だからだってマサの兄貴とこの兄貴も友達だもんね。マサの兄貴と誰の兄貴だっけ、ミポリンの兄貴だっけ、あれミポリンの兄貴高校生か、まあそうだね、うん、まあ同級生ですよね、鎌北でヤンキーってことね、うん。あでもフータのじゃヤンキーがあれだよ、フータの兄貴がヤンキーじゃん、働いてんだよ、うん、テルヨシね、テル、うん、まあこんなとこですね、あとは、まあね、まあ二宮さんですかね、やっぱ海の子、ね、うん、その辺かな。あでもやっぱり福田さんが最後までやっぱかっこよかった感じさ、そのまま行っちゃうしな、山に。山にね、うん、また店長か、浜田さん、うん、浜田さんいくつぐらいなんだろう。浜田さん35ぐらい、あ、なんか下手したら35ぐらいみたいなことを最初の段階で言われてましたよね、うん、そう考えたら何、地下って19の時に35と付き合ってたの。そうだね。すごいね、うん、まあまあまあ、え、逆に35のやつがすごいけど。いや確かにね、10代のやつと、うん、店員部下ってことでしょ、すごいやつだね、確かに、まあ、狭い世界だからそうなっちゃうのか。まあしょうがないですね、うん、はい、というわけで、まあ、好きなキャラクターはこのようになりました。さあ、それでは今日の一ネタご覧ください。どうぞ。すーちゃん、鎌倉に来ない？私たちと一緒に暮らさない？はい、え、行きます。え、あ、乗ります。え、ちょ、早い、行きます。あ、乗っちゃった。どうも、ありがとうございました。